Oke. Okay. Balik lagi sama gue. Jadi kali ini gue lagi beberapa game Firetile Unit Forza apa gitu. Seharusnya sih ini game baru sih. Seharusnya ya. Servernya udah ada 3, jadi gue mau nyoba aja. Ini nyoba gitu game-nya kayak apa sih? Pernah ada 3 ya? Tebak sih kayaknya gameplaynya boring sih, soalnya kayak game strategi gitu ya.外出すると雨、傘を持ってなくてびしょびしょだ。いい夢が見られますように。僕の力を見せる。くらえ、これでどうだ。
振り負けの子余裕はあってる。ファービーやだ、マミアマトや。私の虫はんかでは。嘘だろ、こんな大変な。その通りです、たくさんの。そうなのか。その占い結果なら、あ、そうだ、もう一つ占ってほしいことがあるんだ。この依頼のことなんだけどさ。さ、サンキュー。じゃあアルジオに行ってみるか。魔導士ですか？助けてください。な、なんだ、何か。さっき砂浜で変な動物に襲われました。これ以上放っておいたら私は大損害を受けてしまいます。あの動物を追い払ってくれませんか？報酬としてこの魔法の卵をプレゼントします。マジそこペリウラッグをバンとペリモニアタイヤ。みんな頑張って、すごい。ねえ、もう一人。よし、行く、見つけたい。頑張って。暗い。めどおーって。ここがハルジオンの駅か。駅員に変装して犯人をびっくりさせてやる。でもいいでしょ。ここは今だってデリブレイマン。だよ、桜色の髪も青い猫も全然来ないじゃんか。無理。おい、そりゃ絶好のチャンスってわけだ。おとなしく捕まれ。くらえ。カリウの魂。僕の力を見せる。カリウの欲が。駅員に変装したからもう調査済みだ。お前は夏は乗りも。そう言われてみればそうだな。人違いとは悪いことしちまったな。そのメンテ、こうなったらもう一人のサラマンダーを探してみるか。サラマンダーのことは魔法屋の店主にでも聞け。俺は魚のことしか知らねえよ。
papa mahal lah Genji. Pontou wa oikura kashira? Steki na oji-san no? Oh? Nanka minna no yousu ga hen da zo. Igniru! Dibilang Luffy mirip. Ore wa Fairy Tail no madoushi. Mama, sono hen ni shite okitamae. Karera to te warugi ga atta wake ja nai n da kara. Sakki wa arigato ne. Ore ni ohiru issho ni dou? Kenapa ga dicampur sama anime lain ya? Biar lebih seru gitu. Ano sarap. Naruhodo. Tekkiri sarama mita. Oh. Ingen ja ne yo. Sonna no machi no naka ni yohaku ga nai de sho? Atashi wa sorosoro iku kedo, yukkuri taberu yo ne. Gosso sarama. Ah! Yamete! Hazukashii kara. Ano salamander atte yatsu wa fune de party o hiraku tte ikkita yo. さすが。あいつらを全員売ればもう一丁。道に迷ってたらいい話を聞けたぜ。背先を聞かせろ。くらえ。僕の力を見せる。ここ結構パンチだな。あたおとあたおと。あたおとボトルヒルダルコペンドウェイ。あたおヒルダ。さあ、サラマ、当たり前じゃない。だってサラマンダー様。おい、この筆は危ないって。ダメだ、俺一人じゃ。夏を呼んで、一緒に彼女たちを助けよう。ヨナツ、力を貸してくれ。あいつだ、俺たちの秘密を知られたら大変だ。逃がすな。くらえ。ada pun salah kali lu ada ini udah kena air aja dong air aja lebih. Oh dia SS-nya sama. どうなってんだこいつ。それと女の子フェアリーテールの魔導士だと。おい置いてくなよ。バカ、自分で何とかして乗るしかないか。
Cuma di mana nih anjir? そんなに慌てて、あのパーティーなら参加できるのは女性だけだよ。ここに女性に変身できる薬がある。飲めば変身して潜入できるってわけ。どういたしまして。魔法教室に戻ったら先生によろ、うん、ダメだ。ルーシー、だまさ、細かい話は後回しっぽいね。逃げよう。なぜ、大丈夫か。この連中は小僧、その船に勝手に乗ってきちゃいかんだろう。ああ逃げ切ってやったぜ。
依頼のことを先生にも報告したいし、このまま魔法教室に戻ろう。私の力で一瞬で魔法教室に帰らせるよ。さあ出発だ。やっと戻ってきたか。初めての依頼はどうだった？無事に帰ってこられたんだ。ちゃんと復讐をしておけ。とっさの時に慌てることのないようにな。よし、行くよ。よくやった。魔法は練習するほど強くなれる。これからも復讐を怠るなよ。そうだ、ギルドに加入してみないか。ギルドの仲間と高め合うのも強くなるための良い方法だぞ。なんだか最近上銀の雑用が多くなった気がするな。おい、そこの魔導士。私から光栄な依頼を君に任せたい。やってくれるなら報酬を与えよう。この壁をきれいにしてくれないか。ここには私の似顔絵が描かれているんだ。それなのに壁が汚れてしまって見えない。このままだと気分が悪いからきれいにしてほしいのだ。
熟なタッチだが、私のかっこよさがちゃんと伝わってくる。ここに重要な手紙が数通ある。必ず自分の手で受け取り人のところに届けてくれ。おお、これはご苦労様。おお、これはご苦労様。確かに受け取りました。ご苦労様。ふう、もう準備できたぞ。手紙を配達してんだろ。あいつら、俺たち闇ギルドの包囲討伐計画を立ててんじゃないだろうな。なして手紙を渡せ。僕の力を見せる。カリューの欲が出。闇ギルドに襲われた。親友同士のパーティーを邪魔。前に与えた仕事はよくこなしてくれたな。今回は特別に治安維持という規則違反をした魔導士ギルドか。さっき大聖堂の近くで怪しい魔導士を数人見かけたよ。そっち行ってみたら。おい、なんでこっち見てんの。なんでその目は。やるつもりかよ。カリューの砲塔ワイドスライディング。開け砲兵級の扉アフレリア。くらえ。デルザ・スカーレット、マイル。
ありがとうございます。おかげで彼らはもう来なくなるはずです。よし、行くよ。そうそう。氷漬けになった男が町で暴れ出して手がつけられないんだ。どうか奴を止めてくれ。数日、そしたら変な男が現れ俺のパンツを奪いやがった。追いかけたらいい。やっ、くそ、絶対に許さねえぞ。僕の力を見せる。ビハッ、カリューの方向、ワイドスナイティング開け、ジンバッテルの扉。くらえ。助けてくれてありがとう。あの大男を凍りつかせた相手というのも心当たりがあるんだ。完了したか。ご苦労だった。もう行って構わないぞ。私たちはパーティーをやってるから邪魔しないでくれ。サラマンダーの情報嘘じゃねえか。ちょうどいいところに野獣の群れが街中に入ってしまった。このままだと住民たちが危ない目に遭うかもしれないから一緒に追い払った。
魔法教室の先生から何か用があるみたいだ。魔法教室に戻った方がいい。やっと帰ったか。俺が出した魔法教室からの依頼があるんだ。若い時の苦労は勝手でもしておけ。将来役に立つぞ。Oke, geng, ketidaknya gue akhirnya aja karena gue juga udah ngantuk. Ini gue udah main 36 menit, jadi kurang lebih gameplaynya kayak gitu lah ya. Kayak strategi gitu ya. Jadi gamenya ya agak ngebosenin sih emang. Emang kalau orang yang suka-suka Fertile pasti main ini sih. Kalau mau coba ini, coba main aja di Play Store udah ada ya. Apa tadi ya? Fertile Unit Force apa gitu. Oke, thank you.